エゾウコギは、ウコギ科の落葉低木。別名は、ハリウコギ。薬用植物でコンピを薬用として用いる。北海道、カラフトに自生することから、北海道、カラフトのウコギということで、この名で呼ばれる。他に、ロシアのアムール州、中国の国立交渉、吉林省にも分布する。山野の林に自生する。 落葉紅葉樹の低木で高さは2から5メートルになる。樹皮は開白色で皮目がありトゲが残るものもある。枝のトゲは他のウコギ族の種と比較して細くて多数つくのが特徴的である。トゲはやや下向きでトゲのない枝もあるが、成り木に比べると細い幹にはトゲが多い。夏季は8月。冬河は5世紀。 塩水型や卵型で褐色。トウガの下につく羊根は、浅い V 字型や U 字型で、イカンタバコンは5から6個つく。これは、サシウコギ、または、ウコギガーという名前役名がある。シベリア人参とも呼ばれるが、土ニ場人参属の植物ではなく、代表的な薬用、人参であるオタネ人参との類縁関係は薄く、有効成分も異なる。1960年代、 お種人参と同じウコギ科の植物であることから旧ソ連の科学アカデミーが薬用としての研究を開始したとされる。1962年に競争剤としての使用が承認され、1964年にエキス剤の生産が開始された。1980年のモスクワオリンピックではソ連がこれを選手団の強化に利用していたとして話題になった。日本では 古く、アイヌ民族が民間役として用いていたが、北海道の開拓を進めた和人はその価値を知らず、棘が固く邪魔な雑草として、見つけると片端から駆除を行っていた。蛇のぼらずと、俗称されるほどの嫌われようだった。数種類のエレウテロシドと呼ばれるサポニンを含有し、オタネ人ンが含有するジンセノサイドとの類似性が、指摘される。他に、クロロゲン酸。 イソフラキシジンなどが有効成分と言われる。動物実験によって報告されている有効作用は、高ストレス作用、高疲労作用等があり健康保持食品に含有していることがある。薬物代謝酵素のサイプ 3A4 や EN、サイプ 2C9 に対する薬物相互作用が報告され、服用の際は医師や薬剤師への相談が必要とされている。抗転換薬。 ワルファリンへの悪影響や血圧上昇との関連性が認められておりだか血圧治療中の患者には注意を要する。ありがとうございます。